ティグラでございます。こちらはね150で、まあ、これの特徴はですね、初めからあの駆動系がチューンしてあるみたいなね、それが PGO のっていうメーカーのね、はい、もう加速重視みたいな感じですよね。でクラッチつながるのもやっぱりあの高回転でね、はい、で、まあ、走り出しとかで見るとやっぱり4500から5000回転ぐらいでね出ていくみたいなね感じになってますんで、でまあできればそれをちょっとあの低い回転でねミートして走り出すようなのにしてもらいたいという、オーナーのあのご要望をちょっとね、はい、ということでちょっとこれ外してクラッチスプリングをですね入れ替えようかなっていうね、はい、でうちの KRV とか書いてあるんですけど、なので、まあ、走り出しはねちょっと開ければこう繋がってこう動き出すっていうね、まあ、そんなようになってますけど、はい、これね外しますね、はい、綺麗ですね、さすがに67キロね新車の輝きみたいな感じでちょっと嬉しいですよね、はい、そしたらこれ開けるのかな、これあよかった、ゴムのパッキン、これで紙系だとね、でね、知らなかったんですけど、いつの間にかウィーバイクさんはね PGO の部品とかの台湾のメーカーの部品が買えなくなっちゃったよね、純正品ね、純正品、うん、残念。そうこれあれだよね、これ違いますよね、はい、そうでキムコは買えない、キムコで SYM はそう、これはほら日本にあれがあるから、うん、だから買えるっていうね、そうなので、あのキムコのパーツに関しては ウィーバイクさんはキムコジャパンから仕入れてるんですよ。だから、まあ、そういう意味で、まあね、うん、うちとしてはもう全然そちらで買うメリットは何もないというですね、はい、前はね、キムコジャパンがいわゆる今のキムコジャパンじゃないというんですかね、っていうことでいいのかな、まあ、日本の代理店がやった時ね、日本の会社がやったところでね、時ですね、その時はウィーバイクさんで売ってたんでね、で安かった、やっぱり台湾から買ってるからね、直接ね、であそこのメーカーはあのこれはほら値段的にもうちょっと高くても余裕で売れるじゃんっていう価格設定はしないよねそうもうそこの金額っていうかね、あとその送料とかそういうの全あれした金額でもういくらっていうね、だからこんな安いんだって思うようなものがねいっぱいあったんですよ。 PGO の部品も安かった、だから安いんですよね、だけど今買えなくなっちゃったね、うん、なんかそういうか、なんか書いてあったね、台湾製の台湾のあれはどうのこうのっつってね、ちょっと買えませんみたいなね、うん、もちろんそういうのも多くの方の要望があればね、多分また買えるようになるんだろうなって思うんですけど、外してね、全部ね外してますよね、ノックピンかな、やっぱりね、ノックピンのところがよし外れた、はい、グリスがすごい、グリスがついてるね、ここにグリスが飛んでんの中にこうすごいですね、うん、初めて新しい状態のやつ開けたの、あでもこの間4、あれ4000キロだからね、新車じゃないからね、はい、ちょっと綺麗ですね、オーリン、これなんだろう、はい、でちょっとクラッチスプリングをですね見てね、はい、ベルト綺麗だね、全然、はい、走ってないからね、うん、そう今これカバーがないんでこんな風にね見えますけどね、うん、とりあえずちょっとバラして、でクラッチスプリング多分硬いの入ってると思うんですよそう回転上がらないとクラッチが開かれないようにね、広がらないようになってると思うんですけど、うん、こっちは17、こっちも10、こっち19かな、17と19かな、あと19ね、19ついてるかな、よいしょ、そしたらですねちょっとこれ外すんですけど、コンプレッサー入ってないかな、雰囲気的に、よっ、よいしょ、19だね、マーキングしてる、
ちは17だ。こっちも大丈夫ですね。ほとんど汚れてないね。バンドね、バンドベルトね、これどこメイドインジャパンじゃないのかな。バリアブルドライブフォーモーターサイクルってバンド VS ベルト PGO のま入ってますけど、特に製造国のあれは入ってないです。そんな感じでね。そしたらクラッチをばらさなきゃいけない。クラッチをばらして、でスプリングをね、多分硬いの入ってると思うんですよね。綺麗、ほら67キロ、ね、2024年の8月8日って書いてある。もう9年前だけど、クラッチもほら全然減ってないでしょ。67キロなわけねえじゃん、嘘だろどうせそんなのなんてね、思いますよね。だけどやっぱりこう車体の状態見ると外観とかね、見ると、あ、これ走ってないね。で、駆動系上げればもう、で駆動系が、あ、やられたって、開けた、あーって、ね、駆動系上げてもやっぱ綺麗。これは、はい。ね、いいでしょ、ね、こういうのが出たらね、やっぱ買っちゃいますよね。ね。ウェイトローラー。何グラムなんですかね、これね。何グラムなんだろう。ちょっと、後で。あとでね。はい。これちょっとばらしますか。クラッチね。マーキングね。マーキングこれちゃんと重要なんですよ。ね。で、これこうなってでしょ？うん。こうやってるんだけど、まあ、いいか。とりあえず外しますね。いくつですか ?39 かな ?39。これかな、ね、これですね。はい。で、これはもうね、インパクトで外しちゃいます。はい。ね。ね、こうやって外すんでね。はい。で、これ外れでしょ。で、これ外れますね。うん。綺麗。スプリングどうなのね。はい。それで、まあ、トルクカム。なのでね、うん。綺麗だね。はい。動かすと出てきちゃうね、ここね。はい。さあ、そしたらですね、これをばらすんです。これをばらすんです。で、クラッチスプリングは、ないかな。前にね、PCX とかいろいろ買ってるんですよ。何台かね。何種類か。で、一番これがいいかなと思うものに、KRV はね。KRV は確かね、PCX150 かな ?150 か150だったような気がしますかね。うん。のスプリング。細いの。ね。それつけてますね。うちの一番最初のやつ。はい。だから発信は非常にスムーズ。ちょっとつなげるもん変えて。で、ウエイトローラーは変えてないんですよ。ウエイトローラー変えちゃうと、結局回転上がんなくなっちゃうから、かったるくなるんで、ウエイトローラーは、スロットルをドンと開けてあげれば、回転は上がって加速するみたいな、そんな感じのにしてますが、まあ、私も詳しくはないので、うん、ただまあ、クラッチウェイトうんぬんっていうね、まあ、それはちょっと、はい、やってます。クラッチウェイトや、クラッチウェイトをいじるっていうのはちょっと無理だから、一番いじりやすい部分として、何でしたっけ、そのスプリングですね、クラッチスプリングね、はい、ホンダは柔らかいの使ってる、それで つながる、すぐつながってっていうことですよ、だからね、うん、で、あのいわゆる非常に走り出しのスムーズなあれを、なんていうんですかね、まあ、実現してると、うん、どういうのが正しいのかな、はい、なんで
お好みっていうかね、もちろん好みがあるんで、ね、発進でやっぱりこれはとにかく加速重視っていうんであれば、やっぱりこう、開けた時にね、うん、回転が上がってつながって一気にボーンって出てくるっていうかね、はい。で、それがほら、これだったら自分でできるじゃないですか。回転上げながら、わーって上げて、ガッてつなげば、ね、ダーって出るし、ね、回転低い状態でつないでね、まあ、極端なこと言うとアイドリングみたいなのでも、ハンクラでこうつないでっていうこともできるし、それがやっぱりマニュアルの、オートバイのね、いいところっていうか、ね、そういうことができちゃうっていうね。はい。やっぱ太いね、クラッチね。はい。クラッチウェイト重そうですね。ね、かなり重いですよね。重いってことは、押し付ける力は強いでしょうね、回転した時のね。あと、戻りが最後の、切れる時が結構軽くしたらなかなか切れないかな。どうなんですかね。そんなようなね、あれかなとか。うん。そしたらちょっと新しいクラッチスプリングを持ってきて、組み替えてね。うん。で、ちょっと見てみたいと思いますね。